皆様こんばんは、古谷陽子役の皆田真由です。こちらはニコニコチャンネルの番組中島よしきのザ・クリエイトから生まれたドラマ CD 企画オクターブサイドオーバーランでガールズバンドオーバーランとして出演しているメインキャストたちが実際にキャラクターの担当楽器を体験してみるという動画になっております。私は何をするのでしょうか。何ですかね何するのかな、陽子何だったかな。ということでまずはオーバーランがどういうものなのかを説明したいと思います。古谷陽子、大久保椿、南條ほのかによる3人組ガールズバンドオーバーラン。メジャーデビューを目前に控えたある日、社長の気まぐれで陽子の憧れのシンガーソングライターリンコと東堂凛が加入することに。価値観の違い、音楽の方向性、憧れていた時には出会わなかった苦悩に4人が立ち向かっていく。続いて私が演じる古谷陽子についてもご説明したいと思います。古谷陽子20歳、 A 型、10月11日生まれ、167センチ、高身長女子好き、ガールズバンドオーバーランのギターボーカルです。もともとは陸上選手として将来を有望視されていたスポーツ選手で、運動神経は抜群。ギターを始めて3年ほどだが、スポーツ選手由来の根性と天性の器用さで習得していく。とても繊細な性格で細かいことで悩みがちだが、他人の心の機微によく気づくと。いい子でございます。ということで陽子ちゃんはこういったキャラクターとなっておりまして、こう今までも、オーバーランとか、あとラジオの方でね、演じてきたんですけれども、やっぱ陽子はこう天性の才能があってすごい子なんですけれども、ちょいちょいちょっとこう天然な、アホかわいい、アホかわいいって言っていいのかな天然なね、可愛いとこもあったりして、結構女の子らしい、でもかっこいい時はかっこいいんだぜ、椿とかにズバッといっちゃうんだぜって、そういった素敵なキャラクターになっております。それではいよいよ、陽子がね、いつも演奏しているギターのね、楽器の演奏体験をしていきたいと思います。頑張ります。改めて今回の動画では古谷陽子がギターを担当しているということで、私もギターの体験をしていきたいと思います。ギターを弾いたことはありますか？音楽の授業で中学生の頃ちょっとだけ弾いたことがあるんですけれども、ちょっとね C コードすらも思い出せなくて、それよりギターのあの英語の綴りを頑張って覚えた記憶があります。グイテルって覚えた。これ中学生あるあるじゃないですか、ググイテルって覚えるのっていう思い出くらいであ、でも高校生の時にちょっとだけベースを弾いていたりですとか、あとピアノも昔習っていたりしたので、まあ音楽にはこうなんとなくこう携わってはきたのですが、ギターとなるとちょっとね、コードを押さえる手がちょっと手のちっちゃいのでどうかわかんないですけど、難しそうなんですけれども、頑張って、挑戦していきたいと思います。そして今こうね、楽器のスタジオ、楽器のスタジオなんていうんですか、生きてるんですけども、ね、周りに機材とかドラムとかがいっぱいあってすごくテンション上がってます。かっこいいっすね、バンドっぽい。すみません、こんな低レベル、あ、マイク触っちゃった、すみません。まあ、それでは、早速こんな低レベルな私に、ギターの、挑戦していきたいと思いますので、演奏を教えてくださる先生を呼びしたいと思います。で先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは、どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして、はい、ギタリストの八代と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いしますすみません、さっきからずっとなんか動揺しっぱなしで、本当にとても愉快な方だなと思います。ありがとうございます。緊張しているんです、すごく。本当にギター弦が6弦ですよね。あってます、6弦。ちょっと後ろにちょっと映ってるんですけども、もう6弦っていうだけでもう指が足りなくてどうなるんだっていう、もうすごい心配なんですけれども、まあ頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ご指導のほどよろしくお願いします。頑張ります。先生では、はい、ご指導のほど、はい、お願いします。それでは始めていきたいと思います。はい、まずですね、音を出します。はいはい、じゃん。今音出てないですね。音出てないですね。おー、びっくりしょー音
を出していきたいと思うので、はい、この2つあるギターのね、2つあるつまみの手前側、自分に近い方のつまみを、はい、時計回りにこうぐるぐるぐると止まるところまで回して、ぐる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 、はい、で思ったより大きかったな。今度真後ろにあるんですね今回。そうですね、アンプがねここダイレクトに効いてるんで結構迫力あると思います。迫力がすごい。あーギター弾いてる。かっこいい。もうすでにかっこいい。でピックをまず持っていきます。はい、ピックは、まあ、持ち方はね結構こう人によって違ったりするんですけど、一般的にはちょっとこう指をね、あのピックを一回左手で持ってもらって落としたら終わる、はい、でこうちょっと人差し指を曲げます。曲げる、はい、曲げてこの第1第2関節どっちだ第1 第1ですかねの方にこう乗せて、はい、上げて挟む感じ、親指で挟む。なるほど。そうそういう感じです。はい、はい、それで、ここの出てる部分で弦をこう弾くんですけど、はい、そう結構最初はピックもずれてっちゃったりすると思うので、もう滑っちゃったらちゃんとこうその都度直して弾くという感じになります。はい、で今日はじゃあね、パワーコードというものをやっていきたいと思います。何って感じですよね。パワーコード。そう、パワーコードというね、はい、こうパワーのあるコード、ガッツのあるコード。そのままなんですね。パワーのあるコードお願いします。やっていきたいと思います。まあ簡単に言うとコードってこう、はい、やっぱとかなんかいっぱいこう押さえなきゃいけないじゃないですか、指。そうそう、はい、指をね使って押さえなきゃいけないんですけど、パワーコードはとかこの同じ形のまま弦移動をしたらコードが弾けるっていう。あ、そうなんですか。そうなんです。めっちゃ知らなかったです。一個の形さえ覚えちゃえばあとはこういかようにでもいけるという。できる気がしてきた。急に今自信が湧いてきました。そうなんです。なんでせっかくなんでね、 C ドミソのコードをね、はい、パワーコードで押さえていきたいと思うので、はい、フレットこれね、この棒みたいなやつがフレットって言うんですけど、はい、それをこっちから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってフレットがこうフレットの数になってるんですけど、はい、だから3フレットっていうと 1,2,3 この横のところ、そう、はい、丸がついてるところをこう押さえるっていう感じにね、あのなってくんですけど、はい、で弦の数え方は細い方の弦から1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦となってます。1、2、3、4、5、6、一番太いのが6、はい、そうです。なので例えば6弦の3フレットって言ったら一番太い方の弦の1、2、3、ここだっていう感じで、ここそう、押さえるだーすそっか、押さえただけでこんな音が出るんですね。そうです、押さえたら音が出ます。なのでじゃあせっかくなんでね、6弦の3フレットを人差し指で押さえていきます。人差し指で、はい、人差し指で押さえて、でまず6弦だけ鳴らして音出ますね。出た音出ます。はい、はい、それで薬指を頑張って、5弦の5フレット、5弦の5フレット、そう、もうきついもうきついんですけど、または小指とかでもいける。どっちの方が楽かな。小指だと届きます。小指だと届きます、はい、じゃあこっちでいきましょうか。わかりました。はい、それで、5弦と6弦を一気に鳴らすんですけど、はい、他の弦はなるべくこう人差し指のね腹ちょっと難易度高いですかね。他の弦には触らない。他の弦を軽く触って音を止めてあげたいっていう。で弾くべき音だけしっかり押さえて、あとの弦はふわっと触れて、ふわっとなんですけど、はい、それが難しい場合はなるべく他の弦を弾かないっていう。なるほど、はい、なんで今は5弦と6弦押さえてるので5弦と6弦だけを狙ってそうあバッチリです。バッチリできた。うわできました。もうできた。もう
連続して弾いていきたいと思います。なので、全部ダウンの、全部下にダウンピッキングっていうか、ダウン、そう。だんだんピークがずれてきちゃうんで、だんだんずれてきて、はい、そうです、はい、バッチリです、やった、ありがとうございます。そしたら次はまた難易度上げますね、はい、次は5弦からこの形のまま、はい、あ、6弦から5弦に移動する、5弦から今のまま、そうです、そうです、下に1個移動、そう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 、指を1個ずつ移動する、はい、それで5弦と4弦を、5弦、6弦弾かないんですね、6弦弾かないんです、え、むずっ、いい感じです、イエーイ、イエーイ、そしたらじゃあ次は、6弦から、1,2,3,4,5,6,7,8 って8回弾いたら、はい、次は5弦と4弦を押さえて 3,4,5,6,7,8 ってやったらまたさっきのポジションに移動してっていうのを交互にやっていきたいと思います。交互に、わかりました、交互に、ね、いきますよ手が届かない、小指の方がいいのか、いきます、はい、いっせーので、信じます先生を面白いですね、いや面白いじゃない、いい感じ、あ、面白いって今本音出ましたありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、そしたら、はい、ちょっと形が変わります、さっきずっと同じ形でできるって言ったんですけど嘘つきましたね、なんで嘘ついてるんですかすいません、わわわわわ、別の形を、まあ、そう、はい、そうやって大人になっていくんですよギターだけじゃなくてそういう大人の階段の話も今日教えてもらえるんですね、そうです、愛に人を信じてはいけません、はい、わかりました、疑っていきますというわけで、はい、次はちょっと指の形を逆転させます、今までは人差し指が太い方で、まあ薬指なり小指なりが細い方を押さえてたんですけど、逆に今度は逆転させる、逆転させる、はい、こっちにする、そうですそうですそうです、はい、それで5弦を小指、5弦小指、はい、4弦を人差し指、はい、はい、そのまんま今度はチュ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 とポジションも移動させたいんですけど行き過ぎましたね、あれ小指を7フレット、さあ頑張って数えてください、3,4,5,6,7、はい、はい、そこまで、しゃい、来ました、そうです、はい、7フレット小指、5フレット人差し指となったら、はい、なってます、はい、それも一緒に音を出しましょう、はい、え、合ってます、合ってます、3フレット、4弦の5フレットから、指を反転させポジションを移動するっていう、どこにいたっけさっき、はい、これからここに
小指が多分ちょっと予言に触れてると音がちょっと出づらくなっちゃうんで、ポコポコしちゃうんで、なるほど、なるべくこうこっちでね弾いて、ここのポジションで音が出てるわけだから、そこをね途中で遮らないように気をつけるっていう。わかりました。感じです。触らないように。こうこうなるんだ。綺麗に出てます。出た、体勢がすごいことになってるんですけど、かしいでますね。いい感じの傾きです絶対違う思い描いていたのと全然違くなって次はここ弾いたら人差し指、はい、ちょっとあの人差し指だけ9フレットに移動してあげる。こっちに。おお。おしゃれ。違う。いい感じ。できました。バッチリですね。やったー。ありがとうございます。そしたらもうあとはすぐ。完全にそう、何も言わずしてちゃんとさせてくださった素晴らしいです。やったー、はい、でまたの元の位置に戻ると。戻りたくないですか。過去は振り返らないタイプなんですよ。素晴らしい、素敵な生き方だと思います。過去にじゃあ囚われに行きますか、はい、こうだったかな。ちょっとつなげ長くやっていきたいと思うんですけど、はい、次はね、ここのところ、5弦の3フレ4弦の5フレを16回やります、はい、そしたら6弦に移動して6弦の3、5弦の5っていうのを最初がこっちか。最初がこっちか。で、8回やったらまたこっちに戻る。またこっちに戻る。はい。はい。そう、それを、まずやってみましょうか。最初16、8、最後も8。わかりました。8です。はい。じゃあ、いきます。はい。1、2、3、4。はい、バッチリ。ギリギリでしたけども。バッチリです。なんとかできました。いい感じです。はい。そしたら最後のさっきやったものもつなげます。はい。覚えてるかな？覚えてないです。そうですね、人は忘れていく生き物ですか。忘れていく、そうですそうです過去のことはもう忘れていくので、そうです、前だけを向いていきましょう。そうですというわけで、はい、さっきやった、5弦の7フレットを1つ、5弦7フレットを薬指です。そして4弦5フレットを人差し指、それです。小指でも大丈夫です、はい、これを、そっか、逆に、そう、ここも8個、1、2、3、4、5、6、7、8、ここの音がこう違ういい感じの傾きです これだって手元映ってないポコポコ言うポそしたら、8フレ、10フレ、5弦のね、5弦の8フレに、また指を取り替えて、人差し指、
りになった。あ、これこっちなんだ。でこれをつなげてやると123456781234123412ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。ここでしたっけ。こうなってます。鶏かな。ここ、あ違う、こっち、あこっちですよね。そうですそうです、ここだ。はい。で80。魂が出ちゃいましたね、すいません。思わずシュートしちゃいました。はい、そこまでいったら次は10フレ、12フレット、10フレ、5弦、フレ、5弦10フレ。ここが7、8、9、10。そう。10の5。はい。で、12。12。そうです、そうです。はい。はい、ここも8個やって、はい、で、次に、5弦の3、5の3、4の5、4の5。はい、これをジャンってやってる。かっこいい。そう。ほっ。そしたら、あれですかね、1曲なんか弾けるようになってみたいと思いませんか？なりたい。なれるものならなってみたいです。今弾いていただいたポジションのね、はい、こうやってもらったプレイで1曲なんとできちゃいます。はい、あ、もうできるんですか？もうできます。やった。スムーズに弾けたら。条件が厳しい。お題は、お題、お題、お題、曲名。曲名は、はい、みんなが知っている、はい、森の熊さんです。やったー、熊さんだ。お願いします。めっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。これをね、やっていただきたいなと思います。今の私がやるんですね。そうですよ。わー、頑張ります。ということで、次はいよいよ課題曲のレッスンに入っていきたいと思いますが、前半はここまででございます。続きは後半をお楽しみに。そして最後に告知させていただきたいと思います。ドラマ CD オクターブサイドオーバーランチューン1が6月9日水曜日に発売となります。ガールズバンドオーバーランの出会いについてのお話を収録しています。さらに東堂凛役の駒形ゆりさんが歌うリコリスも収録。この曲は作詞を中島洋樹先生、そして作曲をアルテリファクトの桑原悟さんが担当しています。また本作のメインキャストである峰田真由、駒形ゆりさん、雪村えりさん、浜崎奈々さんの4人が交代で2人ずつお送りしているラジオオーバーラジオはオーバーランチャンネルで毎週金曜21時より放送中です。ぜひ聞いてみてください。それでは皆様、後半でも、レッスン頑張りたいと思いますので、ぜひお楽しみに。後半にお会いしましょうね。バイバイ。